アロイシウス・ゴンザーガは、イタリア出身のイエズス会員、カトリック教会の聖人。イタリアの名門貴族ゴンザーガ家の出身として有名。記念日は6月21日。アロイジオ・ゴンザーガあるいはルイージ・ゴンザーガとも呼ばれる。アロイシウス・ゴンザーガは北イタリア、ブレシアとマントバの間にある、カスティリオ・ネデッテ・スティビエレで生まれた。 ゴンザーガ家は、イタリアの名門貴族の家系であった。父は、グアスタラハクフェランテ一世、ゴンザーガ、母マルタタナディサンテナは、同じくイタリアの名門貴族、デッダローベレ家の出身であった。父は、息子が長じて軍人になることを望んでいたため、小さい頃から、一般の学問と共に、軍事教練を受けた。8歳の時、弟のリドルフォと二人で、 メディチ家のフランチェスコ一世で、メディチの宮廷に寺社として使え、さらなる教育を受けるために入った。この頃、アロイシウスは腎臓を患い、死ぬまで苦しむことになる。床に伏す間に彼は聖人たちの伝記を読み、多くの祈りを捧げた。彼は9歳で、締結の誓いを立てたという。1579年、兄弟はマントバ公の宮廷に送られたが、 そこでの生活の乱れと人々の軽薄さに衝撃を受けた。1580年になって故郷に戻ってきたアロイシウスは7月に一人の数奇郷で出会う。彼こそがカルロ・ボロメオであった。ボロメオはアロイシウスがまだ生体配慮を行っていないと聞き、1580年7月22日に初生体を授けた。その頃彼は イエズス会のインド宣教に関する本を読み、自分も宣教師になりたいという憧れを持つようになった。アロイシウスは自分より年少の子供たちに教理を教え、カザーレモンフェラートにあったカプチン会やバルナバ会の修道院を足しげく訪れるようになる。彼の生活スタイルは信仰が中心になっていった。アロイシウスの一家は1581年にマリアで、 アブスブルゴに付き添って、スペインへ渡った。1582年3月、一家がマドリードに到着すると、アロイシウスとリドルフォーの二人は、アストリアス・コードンディエゴの故障とされた。しかしアロイシウスは、属世間での英達より、修道生活に対する憧れが強かった。彼はもともとカプチン会に入ろうと思っていたが、マドリードでの調剤司祭が、イエズス会員だったことから、 イエズス会入会を志した。母は賛成してくれたが、父は大反対だった。1584年7月ドンディエゴが死んで、半年が経ってから、一家はイタリアに戻った。アロイシウスの司祭になりたいという意向は、変わらなかったので、家族も説得を諦め、どうせなるなら、教区司祭になるよう求めた。修道司祭と違い、教区司祭なら、財産を持って司教になり、 英達するという道があったからである。しかし、アロイシウスの望みは出世より宣教師であった。1585年11月、アロイシウスはすべての財産の相続権を放棄する許可を皇帝から得た。彼はイエズス会に誘拐のためローマに赴いたが、家柄が良かったため時の教皇シクストス五世に拝謁することになった。1585年11月25日、 アロイシウスは、総長、クラウディオ・アクアビーバの許可を得て、イエズス会入会を果たし、修練員に受け入れられた。修練者としてアロイシウスは過度の苦行をやめるよう、アドバイスを受けている、あまりにストイックな彼は、他の修練者から浮くほどだったのである。アロイシウスが、他の修練者とうまくやれなかったことは、彼が、宮廷以外で人々と接した経験が少なかった、ことも影響していたと思われている。 相変わらず体調は悪かった。従来からの腎臓の不調だけなく、皮膚にも不調をきたし、頭痛と不眠にも悩まされた。勉強のためミラノに移ったが、すぐに養生のためローマに戻された。1587年11月25日、修道者としての発生願を立てる。1588年2月から3月にかけて、下級除菌を受け。 司祭職のための進学研究を始めた。1589年に彼は、弟のリドルホとマントバ公の間のいざこざを解決するため、マントバに赴いている。1590年5月に、ローマに戻るが、そこで彼は大天使ガブリエルが現れて、アロイシウスの命は1年以内に取り去られると告げる、幻を見たという。1591年、ローマで薬病が流行。 イエズス会は病院を開設して人々を助けた。アロイシウスはそこで働きたいと望んだが、頂上は彼への感染を恐れて感染者のいない部署で働かせた。しかし、すでに彼の同僚に感染者がいたため、1591年3月3日にアロイシウスにも感染の兆候が現れた。人々は回復が難しいと見たので、彼は描写の問いを受けた。 幸い、この時点では一命を取り留めたものの、アロイシウスの体調は確実に悪化していた。その頃、彼の霊的指導者はロベルト・ベラルミーの数奇鏡であった。アロイシウスは、再び幻を見て自分が、キリストの生体の祝日の8日間の準備が終わった、時にこの世を去るだろうと告げた。まさにその当日にあたる6月21日の朝、 アロイシウスの体調はいつになく良かったが、彼は自分が今日のうちにこの世を去ると語った。これを聞いたベラルミーノは彼に生体を与え、油を塗り、死にゆく者のための祈りを唱えた。彼は本当に純粋な人物であった。締結の徳を守るため、修道生活に入ってからは、母親の顔さえもまともに見ず、女王に越見しても、決して顔を見なかったという。 1591年6月21日、アロイシウスは自分で予言した通りの日にこの世を去った23歳だった。アロイシウスはローマのンポマルツヨにあるお告げの教会に葬られた。彼の頭蓋骨は故郷のカスティリオネデッテスティビエレの死教座聖堂に移された。生前から聖人の誉れが高かったアロイシウスは、 死後わずか14年目の1605年10月19日に教皇パウルス5世によって劣服され、1726年12月31日に教皇ベネディクトゥス13世によってイエズス会修練者スタニスラウス・コストカと共に劣勢された。1729年、アロイシウスは学生の守護聖人とされ、1926年には教皇ピュース11世により、 カトリック青年の保護者とされた。また伝染病に倒れたため、伝染病理患者の守護成人でもあり、最近では HIV 患者の守護成人であるともみなされている。アロイシウスの記念日は彼の命日にあたる6月21日である。学生及び青年の守護成人であることから、世界各地で多くのカトリック学校や教育施設がアロイシウスの名を冠している。 ウィリアム・バンガート、イエズ・ス会の歴史、原書房2004年、P131。ありがとうございます。